いつものプライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2014年モデルのフォルクスワーゲンゴルフ R ご紹介させていただきますまずお車の状態からですが走行距離は2万キロ走っているお車ですフロントのバンパーボンネットガラスの部分こちらの方に若干の飛び石が見受けられますまたフロントのボンネットリアのバンパーの部分ですねこちらに線傷の方が1箇所ずつ入ってしまっているの状態です またアルミホイル左前のアルミホイルですねこちらの方にガリ傷が入ってしまっているような状態ですいずれの傷に関しましても遠くから見るとわからない程度の傷ですのでご安心いただければと思いますこちらのお車外装色がラピスブルーインテリアがブラックレザーの組み合わせとなっておりますゴルフの R のモデルとなりますのでフロントのバンパーの方ですねグリルがブラックとなっておりますまたフォグライトの方は LED が施されておりますので視認性も良くデザイン性にも優れているお車です エンジンスペックに関しましては2リッター直四ターボ馬力は280馬力を誇りますまたアルミホイルは R モデル専用の18インチのアルミホイルサスペンションの方も R 専用のサスペンションが装備されておりますので非常にスポーティーな走りをお楽しみいただけるモデルですでは続きましてリアの方をご紹介させていただきますまずテールライトですねゴルフ R となりますのでブラックのテールライトとなっております またこちらのお車はマフラーの方がレムスのマフラーが装備されておりますので迫力のあるサウンドをお楽しみいただけるお車ですトランクの方ですね受けていただきましてスペースの方はしっかりと確保されておりますもちろん後部座席倒してお荷物の方も積んでいただけますのでゴルフバックも楽々詰めるお車ですでは続きましてインテリアご紹介させていただきますインテリアはブラックレザーですねシートの方は使用感なく綺麗な状態となっております ダッシュボーード、コンソルルパネル等も目立った傷はございませんエンジンの方をかけていきます、はい、エンジンジスタートも全く問題なしですね。こちらのお車は OSIR のブーストメーターがこちらの方に装備されております。ステアリングはボトムフラット式、ゴルフ R 専用のステアリングになります。パドルシフトの方ですね、こちらは大型のパドルシフトが装備されております。またこちらですね、アダプティブクルーズコントロールが装備されております。 ナビゲーションの方は純正の SD のナビゲーションになります。ちょうどこちらの方ですね、テレビの方もご視聴いただけるナビゲーションですし、バックギア入れていただきますと、バックカメラの方もしっかりと映ります。ただフロント両席はシートヒーターですね、完備しております。たこちらの方ですね、シフトの横にあるボタンを押していただきますと、DCC モードを選択が可能になっております。こちらで5つのモードですね、お選びいただけるようになっておりますので、ぜひともお使いいただければと思います。 またオートホルドも装備されておりますので、渋滞時も安心してお乗りいただけるお車です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席もフロントと同様、使用感なく綺麗な状態となっております。また足元とヘッドクリアランスですね、しっかりと作られておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草に匂いとはいたしませんので、ご安心いただければと思います。 では今回は2014年モデルのフォルクスワーゲンゴルフ R をご紹介させていただきました走行距離を考えましても非常に車両状態は良好なお車となっておりますもちろん機関系の方もバッチリなお車ですのでご安心いただければと思いますシティドライブレーシングのドライブ全てにおいて活躍できるお車となっておりますぜひともご検討いただければと思いますのでよろしくお願いいたします